バッターボックスだってパッとストライクなって「この球は2度投げても打てんわ」言うて次長嶋さん同じ球を待ってましたガーンと二塁打打たれましたけどさすが長嶋さんだなじゃあちょっとあの先ほどもずっと出てましたけれどもやはり当時のカープのまあやっぱりまあライバルというかその常に頂点に立っていたのがあの。 読売ジャイアンツだったと思う、はい、V 級ですからね。V 級時代のやっぱジャイアンツ。で <laughs> それにやっぱ勝ついうのはね、はいもう最高だったんですね。最高だったね。で実にあの記録でもやはりそのお二人とも巨人キラー、うん、ということがありまして、まあ大場さんも19勝あげられて、はい、そしてアニアさんは119勝のうちの34勝。はい すごいすごいで,すね割合ですよね,ね,そうですよねだからあの、まあ、当時はね V 級時代のジャイアンツにあの星野戦とかも強かったんですけどねだけどやっぱこう、うん、まあ自分であの当時のジャイアンツに勝てたいのはすごい自信になって自慢にもできますねで堀内の14連勝止めたのも僕が止めましたからね。はい だからそういう面では、ね、堀内があの顔を合わせたら言いますもんね、姉<あ>さんにやられた、言 <laughs> うでまた、大庭さんにとってはあの、まあ、幼少時代というか中学校からの、ね、<ー>宿敵ライバルの大貞治さんがいらっしゃいました、うどうでしょうかその、ずっとプロに入ってからとの対戦も。まあやっっぱ楽楽しみは楽しみみはだったですよねだから あのー、打たれまいと思っていつも投げているんですけどね <laughs> 結構打たれてるんですよあの大きら大きらと言われても3割以上打たれてるんですよねまあここっていう時は打たれなかったのかなという今思ってるんですけどね、まあ、ただ僕思うの大場さんがね二段モーションやったんですこう足上げて。 それが王さんのタイミングずらすために自分で研究してやったんかなと思ったんですそれは確かにやった実際にそれがこれを止めてねもう今じゃもういけないんじゃない,いや今いいのかだから王さん足上げるじゃないですかそれに合わせて自分もうう見とってあ、すごいなと思ったことがありますよそう、あの大場さんといえばあのフラミングトウホーそう言われてるのがありましたね<ー> ですから、それはでもまあ以前からですから、その王さんを意識うんそうですね、やっぱり王からからら一緒に。<ー>うん、それあれが自分に合ってたからそれでうまい具合にいきましたね。やっぱり本当に実際にお二人はカープの両輪、ね、右左で支えていらっしゃいましたからその巨人戦の,の計らいさっきのちょっとお話重複すると思うんですけれどもやっぱそれだけやっぱりこう。 ローテンーションなども工夫されてたんですすかね当時の監督がと思いいまよは僕はもう言われたとこで投げるだけのことしかやらなかったですから、はい、どうってことないですけどだからやっぱこう、うん、監督コーチはちょっとこう悩んだんじゃないですかねはい、うん、やっぱり自身の調整法とかも影響はいや全く調整法とかやったことはないです普通のう練習です毎日同じようなはい過ごし方ですね それはどんな過ごし方いやだからさっき言う早く試合終わって流れ川に行きたい <laughs> 飲みに行きたい <laughs> いうのが僕らのやっぱ一番のあれやったんですから早く試合終わらせてだからサインも簡単だったんですからね、はい、だからあの当時って2時間言ったら長い、はい、言ってあもうて7時間らなって9時半じゃ長いな長い試合ですよ <laughs> だからもう9時には終わって もう9時頃はもう流れ変わりでグラス持ってたんですね、<laughs> そっちの調整でしたね、ごめんなさいそうそうそう,そういやいや、<laughs> 本当ですよ、だからやっぱこう、勝ってもあの負けても、酒でごまかしとったようなもんですよね、<laughs> でもその当時、広島、うるさいんですよ、カープの選手が飲みに行くと。それ街で、うん、はい 町でうるさいんですけど言ってたんですよ <laughs> 結構ねお前ら野球用は酒ばっかり食らいやがって言われたこともありましたよ何回も <laughs> でも構わんです相手しないんですだから自分のお金飲んでんだからいいだろうっていうんですよね確かにね <laughs> そうですか悪くなるのは自分なんだからそうそう <laughs> あのねあのー、おばさんはその王さんきっかけというお話ありましたけどアニヤさんはやっぱりその対戦相手バッターでやっぱりこう気になった選手っていうのは、はい、やっぱりそれは王さん長嶋さんですけどね、うん、だからやっぱり一番嫌やったのは国松さんですねというのは、うん、やっぱり左バッターで国松さんには結構いい時に打たれてるんですよねあのスターメンで出なかったんですけど僕が投げる時はスターメンで投げるんです ような感じがありましたからねだからやっぱこう僕個人的には国松さんと土井さん黒江さん,んあのこちこち当ててくるバッターが嫌だったですね黒江さん思,ったよ思,い思い出した9回のツーアウトまでノーヒットノーンやってたんですよ、はい、それでリリーフでいたんです私がそしたらでまあこれは抑えたやったなと思ってこうベンチ戻ってきたんですよ <laughs> そしたら打た三遊が打たれちゃったんですよそうですノーヒットは逃したんですよ黒井さんにツアーを止まで <laughs> ノープノーラン <laughs> うわ<ー>そういうあれが黒井さんには思ってい、ね、いや僕はそれよりもね次のバッターが王さんだったんです <laughs> 王さんが3番を取ったんです黒井さん2番を取ってそれが王さんに回すのが嫌やったんですだからあの 黒井さんに打たれたのは、うん、悔しさもあるんですけど <laughs> でもノーヒットノーランは意識なかったんです <laughs> 王さんにだけ回したくないいうのがだからやっぱホームランバッターですからね一つ間違えたら打たれますからだから敬遠性言われても僕は敬遠するの嫌ですから <laughs> はいだからまあ勝,負勝負しかないですからね敬遠性言われたら嫌じゃあ帰ってくれってピッチャー交代してくれってうん やっぱそういう気持ちがあったんですから。でもそんなライバルの王さんの記録をね。阻止したことが。大場 <laughs> さんね。二回も。えー、あの七、七試合の連続の時は知らなかったんですよ。全然。あの、はい、記録のかかった、連続ホームランの試合の方ですか。えっと打席の,連の。連続試合の。方連続試合。うん、あれ全然知らなかったんですよね。後で聞いたら、そうだったんだぞ。って,って<ー>あんた一ゼロかなんかで勝ったんですよね。 確か、うん、もうそれも真っ向勝負で、うん、打ち取ったという,そう,いうそうですね <laughs> だからあのやっぱ大場さんが投げ取る時かな、うん、白井さんが大シフトそう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 ,そうシフトの早い最初ですよね4打席連続ホーム打った後、はい、だ多分白井監督が大<の>シフトというのをやったんですよねどんなシフトだったんですか だからショートがセカンドのベース上にサードがあのショートのところに王さんはそれでも絶対流さない引っ張るにいきったんですから、はい、もう当てればヒットですよヒットにはなるんだけどそれしなかったんですはあの時もねスコアラーが、はい、オーバーお前あのちょっと守備位置変わるから気にしないで投げろよって言って言ったんですよ。ンド立って後ろ見たら グワーッて言ってるでしょあれと思ってびっくりしてまあ同じように投げればいいやってこれはフォアボールは絶対だめだなと思ってで1球目ボールになったからそうす,すごいんですよわーっつって球場,が球場自体がね次もまあ絶対行こうと同じとこ行ったんですよで今度ストライクでいい当たりされてでファーストの人がうまいから藤井さんという人がうまい人がいたからさっと打ってくれてね でもそれだけねシフトを変えてまでそうですよね <laughs> だからやっぱすごい人やったんですよ王さんはねあの年に55本打ったんじゃないですか <laughs> お確か今の村上,村上のと同じように、ん、やっぱりあの、今でも村上選手に関してみんなほらあのこうどこを投げても打たれちゃうみたいにもうおっしゃいますけれども、はい、どうですやっぱりその王さんのさ。うさ。 凄さね私はそういう凄さって怖さだね、うん、怖かったねその目見てるとすごいんですよどッグりまでガーッと見るんですよにらみが凄かった凄い、ね、長嶋さんもそうですけどね凄く脚がグッときますよあれに吸い込まれちゃうんじゃないですか、うん、ッ吸い込まれてみんな投げていいとこ行っちゃうじゃないですか、うん アニアさんはいかがでしたかだからやっぱあの、うん、おばさんってねやっぱこううんどこ投げても打たれそうな気がすするんですよね。<laughs> だったらもうど,ど真ん中勝負せえぐらいでね <laughs> やりましたね結構僕もあの、おばさんと一緒でホームラン打たれてるんですけど、うん、うん。でもあの、勝てたいことは後のバッターを抑えとるいうことですよね<う>はいだ、だからやっぱ巨人戦にははい、勝たせてもらいましたねうーん なんかねこう当時の映像だとちょっとこう不明瞭なので <laughs> なかなかその目のガっとしてるとことか <laughs>、うん、なかなかこう、うん、ね記録として残ってないでもやっぱりこうリアルに聞くと、うん、もうそういうとこなんですかねまあすごいですよ、うん、あの感じられもう本当にガーッこう顔はこういう風にあります、はい、あ、こうなってるのが余計なんですよ目線が、ま、真正面に顔が来ますからね <laughs> だからあの皆み,みたいにこう斜めじゃないですか い完全にピッチャーに向けてますからやっぱもう目線がすぐ分かるんですよね鋭い目線がはは一方長嶋さんはいかかがですか僕は個人的にはね長嶋さんにあの2連投目の時にあの最初投げて次の日に投げた時にキャッチャーがね僕投げる時は田中さん言って田中隆さんに。 ベテランのキャャッチャーやったんですよ。なんで言ったら「お前すぐ首振るから首振らさないように田中さんの時やったらもう絶対振ったら怒られるんですよ、ね、だから振らないほでその時だけ途中で久保さんに変わっとったんですよで僕投げた時に長嶋さんバッターボックスだって一球シュートバーッて投げたんですよパッとストライクなって「うーん」僕に聞こえるようにですよ この球を2度投げても打てんわ言うて聞こえるんです <laughs> でキャッチャー久保さんであの僕よりは先輩ですけど若いじゃないですかそしたら外のスライダーをボールにして次長嶋さん同じ球を待ってました開いてガーンと二塁打打たれましたよさすが長嶋さんだなあの時はいや本当。 自分でもマウンドで笑いこらえきれんかったんですねやられたと思いましたよそんな駆け引きがあったんですね長嶋さんはいやんかでもちょっと三味線怖いのようにも大丈だからいなあのだからねよく言いますよ野村さんがね張本さんがバットでついたいう話も聞いたことあるんですよ なんで言ったら野村さんはねキャッチャーでバッターに話しかけるらしいんです<ー>それもう耳触りになったらイライラするじゃないですかしたらやっぱあのボールがタイミングが取りにくい,いうことでバットでポンとマスクつついたらしいですからね大先輩ですけどねだからやっぱそういうのもあって<ー>うで、ん、やっぱこうあの言葉いうのはどうしても引き込まれるんかなあいう。 それからはもう絶対信用さん方たですけどね<笑><笑>ジャイアンツは森さんだ森さん森さん部屋 <laughs> 森さん部屋って結構あのなんかバッターに声かけたりしてんでお「おい俺今日は人打ってねえんだよ打たしてくれよ」とかなんとかねポっチポチしるんですよでああそうするとそれは聞けるふうですもん「<laughs> 森さんあまた言ってら」っていうあれですよ年次言ってるんですもん えそれがえババッターボックスで喋ってるんですよね。で回のに自分がピッチャーの時ピッチャーのであの18名あピッチャーじゃないバッタバッタバッターの時バッター立った時に大場さんがバッターボックス立ってる時に言うんですよ。歌してくれよ言うあのあの人泣きの森ってよく我々言ってたもん泣きの森そうそう今昔は聞いてるかなハワイにいるからあそうか。 いやいや、だからね、昔はみんな、あの、それぞれ特徴がありましたね。いろんな選手がいましたよ。うん、はい。<ー>喧嘩早いのもおったしね。例えば。うん、だから、やっぱ、こう、おすぎとか。<ー>あれなんかも、結構喧嘩はく、日展とかね。すごかったな構な。あの、パリーグ、東映系が多かったですね。<ー>あの、昨日、あららね、が。後の、あの、ファイターズ、東映フライヤーズ。はい。 ですよねまああの弾頭シーンはねもうセ・リーグもパ・リングも頻繁にありましたよ、はい、だから今ないじゃないですかだからあんまり好きじゃないですよ今の野球はいやあの弾頭がいいとは言わないですけどそんだけインサイドをねやっぱピッチャーが不利なようになってるんですよねだからもっともっと僕はピッチャー的にはインサイドをどんどん攻めるピッチャーに 出てきてきほしいなだからあの今55号打っとる村上、はいはい、彼でもそうなんですよ打っとるのは変化球なんですよそれとけばは結構三振が多いだからあのあの名前挙げてあれですけどカープの野村雄介、はいはい、彼は5打席で4三振取ってるんですよ、うん、それと百四140出ないんですよそれもインサイドで三振取ってるんですからね だから、やっぱどんだけインサイドいうのが必要かというのをね僕は今の,あのピッチャーに特にこれ見とる、うん、聞いとるだったら言いたいですねインサイドを使ってあの投げればピッチングの幅がものすごい広がるだから当てるの怖かったら当てたらごめんなさいって帽子取ればいいんです、ね、だからやっぱりそのぐらいギリギリいかないと加減したらストライクになってホームランされるですから。 だから、やっぱこう投げるんだったら思いっきり、うん、はい、のけずるぐらいの感じで攻めていってほしいなと思いますね、うん、今もう少ない。どうしてもピッチャーがね、不利な、あの野球自体がピッチャーがもう不利な感じですから、うん、だから。だからだ自分のっぱはレンジ足りないんじゃないかと思うんですよね、インコース、ぶつけそうだと思っちゃって、それで少なくなってるんじゃないかと思うんですよね。 まあ、みんな最近のピッチャー優しさがあるから <laughs> 僕らみたいにど,どんどんいけいけじゃなくですよね <laughs> 強烈なシュート投げてましたからね, <laughs> ねやっぱりインサイドを攻め込むうそうですよねいや本当あの当てたらすみませんみたいな謝ればね、うん、相手も、うん、分かってくれますからねこの有のシュートは平松のシュートと春 <laughs> の人のシュートもすごかった。 神添いと言われて<う>。<laughs> 彼、彼の方がまだすごかったですね。<laughs> いや、本当に。対戦も何回かしたんですけどね。そうですか、じゃ、あそういった気合で。あの、ジャイアンツにも望んで,いたです、ね。そうですよね、はい。